ライオはトゥルー、あなたは信じる、ちまたね転がって信じる紹介チャンネル、どうも、アンバサダーのトゥエです。皆さん、ちょっと早速なんですけど、これね、とんでもないものを手に入れちゃったかもしれません。まあ、それがですね、2024年版最新版のやばすぎる映像なんですよね。まずこちらご覧ください。うわ !UFO や!え!めちゃめちゃ緑やん。すげえ光り輝いてる。うわ、現地の人もびっくりしはるわ。え?これ絶対 UFO やん。どこに行くん?すげえな。リングライトが飛んでるみたい。えぐー。いやー、えぐかったね、皆さん。まあ、というわけでですね、今日やばすぎる映像。いろんな UFO の映像を見て、これが本物か偽物かってことを考えていきたいんですけど、これはね、2024年5月、イランの路上で撮影されたものなんですけど、まあ、ギリ本物?いや、ギリフェイク?って思う感じなんですけど、これね、本物なんですよ。というのも、多くの住民がこの UFO を目撃してるんですよね。じゃあ、これ何なのっていう。やっぱ UFO なんかなってことをね、まあ思っちゃうわけなんですけども、まあ改めてね、この UFO と聞くと、まあやっぱ SF 的なイメージが強いし、まあなんなら都市伝説の超王道やと思うわけなんですけど、これね、嘘か本当か、いるかいないかの世界じゃないんですよ。います。UFO は存在します。まあ実際2022年、UFO 公聴会というものがまあ開かれてるわけなんですけども、まあそれがですね、まあ去年も行われてたんですよね。まあ今年も行われるかもしれません。この際にアメリカ政府高官が直接私たちが声明できない事象が数多くなるということを認めておりました。でそのうちの一つ、まあ、UFO に対して現在アメリカが脅威の一つとして捉えていることを示していると。つまり UFO が攻めてくる可能性も全然あるんですよね。でまた全米 UFO 報告センター今ですね2023年だけで目撃情報が4330件にも上っていることが分かりました。で赤い部分こちらがですね目撃情報があったポイントなんですよね。見てください、アメリカほぼ全土でですね、まあ、UFO が目撃されているんですよね。まあ、でもニューヨークとかの方がやっぱね目撃情報が多いんやなって感じなわけなんですけど、まあ、実際もう全人類の中でね、まあ、日本人とかやったらもうほぼ全員がカメラ携帯を持っているわけなんで UFO 映像というのはまあ年々増えているわけなんですよね。まあ、しかし一方 AI とかの発展でね、まあ、嘘の UFO 映像というのも増えてるんですよね。まあ、なんでね今日はいろんな UFO 映像を見ながら、まあ、これは本当かどうかっていうのをまあ検証していく回をやっていきたいわけなんですけどね、小池さん、あ、小池さんはねちょっとキャトルミュートレーションになっちゃったみたいですね。それでは、やっていきましょう。ドローンが捉えた最新映像。まずですね、2月28日、軍事政治ブローカーが独自に入手したとある動画を投稿しました。それはある物体が映り込んでいて話題になっております。それがこちらなんですよね。え?おる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 。いや、明らかに円盤型やな、これ。え、何が動いてるって言っとる。やばいやばいやばい。ズームしてる。うわわ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 。うわ。え?やばー、もう一回見よう。え、うわ、もっとズームして、もっとズームして、やば、え、何が動いてんのこれ、うわ、うわー、これは UFO ですね。実際この映像2月26日に投稿されたものなんですけど、ウクライナ軍の偵察用ドローンの映像を確認していた兵士たちが謎の円盤状をした飛行物体を発見したということなんですよね。実際今兵士たちもあれは絶対 UFO だ、攻撃してみるかみたいな感じで、まあ、興奮してましたね。もっとズームしてくれみたいなことも言ってましたからね。でまあウクライナ軍が保有する300機を超える熱探知カメラを搭載したドローンで撮影されたわけなんですけど、目の前の謎の物体はなんと検知されなかったわけなんですよね。でまあ、これは軍関係者によるとこれによって特別警戒態勢が敷かれたぐらい、まあ、緊急事態やったと。まあ、UAP とか UFO とかの発見を急いでいるアメリカと同様にロシアやウクライナでもこの UFO と思われる謎の物体に対して警戒しているということが、まあ、分かるんですよね。で実際今、まあ、宇宙人は戦争を監視していて地球侵略のタイミングとかを見ているのかもしれないっていうところはね、まあ、ありますよね。でまあ映像技術によって、まあ、この UFO 映像が増えたとも言われているんですけれども、まあ、本当の理由は、まあ、地球で行われている戦争によってむしろ UFO が地球の様子を見に来ているんじゃないのかってことも考えられるんですよね。歴史の転換点にはいつも UFO が現れるんです。巷に転がる UFO 映像。ここからはですね、まあ、やはり UFO ハンターの僕と、そして皆さんで、まあ、一緒に様々な映像の真偽を見ていこうかと思います。まあ、ちなみにさっきの UFO 映像は、まだ確実に本物ですね。で、まずは、こちらから行きましょう。コロンビアっていうね、場所なんですけど、そのコロンビアの UFO、4連発目のね、まあ、1発目早速行こうと思うんですけど、コロンビアはですね、UFO 映像がめっちゃあるんですよね。え?どこにおるん UFO? おらんくない?え?どこよ? え?
うわ、ああ UFO や、 F、 うわ F、 はあ、確実にいますね。ちっちゃい、ちっちゃいな、これ小型化された UFO なんやろな、これな。へえ、すごいやつがいるな。なんか空飛ぶマンタみたいにも見えてきましたね。はい、まあちょっとこれはもしかしたらね、なんかゴミかなんかかもしれないんですけど、こちらはですね、2022年5月コロンビアアンティオキア上空で撮影した映像なんですけど、パイロットは最初静止した状態で発見したものの、一度その横を通り過ぎたと。しかしその後興味本位で彼は迂回するわけなんですよね。でその実態をカメラを収めようとした時にいきなり超高速で出てくるということで、まあ結構ね怖いですよね、この飛行機に向かってくる感じもね。なんやこれ、やばー、やばー、なんやこれ、めちゃめちゃ UFO やん、銀色でね。実際過去に UFO を何度も目撃している元米海軍パイロットのライアン・グレイブス氏によると、これは本物の UFO だと、ノーフェイクと、まあ、そういうことを言っているんですよね。まあ、これは僕はこれギリ偽物ですかね。うん、じゃ次行きましょう。まだ飛行機や、やっぱ飛行機乗ってた時に UFO をね見つかるんですね。僕も飛行機乗ると UFO 絶対探すんですよ。あ、見たことないんですけど、あー、おる、えぐ、え、え、やばい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 、え、やばい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 、これなんか落ちてきてない？うわ、え、君の名はの最後の方のシーンやで、やば、えぐ、これなんやろな、UFO なんかな、なんかキューブっぽいサイコロステーキみたいな感じのやつですけど、うわすごー、なんかメルタンにも見えてきましたね、だんだんね。こちらはまたコロンビア、メデジン上空で撮影された映像なんですけど、これも明らかにね、雲の上の高い場所なので、ドローンではないってことがわかるんですけど、これ何なんでしょうね。まあ、ちょっと UFO っぽくはないんでね、やっぱフェイクなんですかね。誰かゴミ捨ててるんですかね。それか宇宙からなんかやってきてるんですかね。まあ、でもちょっとあんま UFO っぽくは見えないっすよね。これもちょっとね、まあ、UFO ではないということにしましょう。全然今日 UFO の映像ないっすね。そろそろ UFO 見たいっすね。次はこちらですね。これは UFO やな。え、鳥？鳥ちゃん？珍しいな。普通ズームしていくんやけどな。逆やなこれ。珍しいタイプの映像やなこれ、ほんまに。あ、こっからズームしていくのね。はいはい。ほうほうほう。お、これは？ほうほうほう。あ、いやこれ、え？あ、浮いてますね。あー、これあのデオキシスを初めてゲットするときこういう感じで出てくるんですよね。え、でもこれすごいな、なんか戦闘機のようにも見えますけど明らかに違いますもんね。なんか火山の絵文字をひっくり返したみたいな感じですけど、あら、いやこれは UFO っすね。これかなり手ぶれが多いんで、まあ、加工された映像ではないと思うんですよね。で結構これは UFO っぽかったっすね。はい。で続いてね、まあ、こちらもコロンビアなんですけど、これはね一人じゃなくてね、たくさんの人が見たっていう映像なんですよね。もう雲の上ですね。はい、雲の上ですけど、うわっ、え、戦闘機じゃん。いや、ちゃうな、うわっ、えぐ、えぐ、え、うわこれは完全に UFO やな、明らかにおかしいもんな動きが。すごいわこれ、これすごいな、いい、うわこれは明らかに UFO ですね。これ UFO でしたね。はい、これ乗客の多くが目撃したということなんで、まあ、CG じゃなさそうっすね。やっぱコロンビアってのは、まあ、UFO がコロッと出ちゃうような、まあでもね、他にもやっぱ UFO ってのは出てまして、日本にも出てるんですよ。それがですね、こちらなんですよね。うわっ、アソ UAP って書かれてますけど、あ、今年なんですね、これね、1月2日。え、確かに空になんか変なもんありますね。終わり？いや、これだけやったらわからんで。いや、これ UFO なんか？いや、ちょっと怪しいですね、これはね。
怪しいですよ。ほう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 。忽然と消えてしまった。これまたぽい音楽流してますわ。はい、これね、まあ、ちょっと UFO の形状がね、まあ、ちょっと特殊な感じには見えたんですけども、まあ、他にも目撃者がいるということなんで、まあ、もしかしたら本物かもしれないなと思うんですけどね、まあ、ちょっとよく分かんなかったですねこれはね。じゃ続いてね、これマッハ5でね低空飛行する UFO っていうのをね、まあ、ちょっと見ていこうと思います。早っ、一瞬やったな今、めちゃめちゃ早かった。うわ早いな、F1 みたい。だからマッハ5やもんな。すげえな。速っ。藤川球児のストレートより速い。すげえ。はいや。はいや。突然出てきたように見えるもんな。山から発信された直後って感じなんですかね。いや、これめちゃめちゃ速い映像ですね。すごいな。確かに明らかに UFO と思われるものがなんか発射されてますけど。すごいな、このアフリカの自然みたいなところから発射されるんですね。まあ、実際ね、山っていうのはね、この UFO の基地があるんじゃないのかみたいなことがよく言われますから、富士山とかもね、まあ、その一個なんですよね。まあ、発射直後っていうのは、まあ、これぐらいの勢いで飛び出してきてくるってことも、まあ、あり得るかもしれないですね。はい。まあ、これは、まあ、2016年10月、ベイユタ州ビーバー郊外で撮影された映像なわけなんですけど、まあ、撮影者は空中ドローンを使って風景を記録していたところを、まあ、カメラを高速で横切る謎の飛行物体を発見したと。で、専門家の分析によると映像は本物かつ虫や鳥ではないってことが判断されてるんですよね。で、まあ、低空飛行で時速マッハ5ぐらいを出しているため、まあ、現代の科学では説明のつかない映像へと。まあ、例えば、新幹線やったらマッハ 0.26 ぐらいやと言われているんで、まあ、新幹線よりも明らかに速い速度で動いてるんですよね。まあ、実際そうですよね。カメラで新幹線とてもこんなの早く映らないですからね。まあ、ちなみにマッハ5というとウルトラマンの飛行速度と一緒です。ウルトラの力を感じますね。じゃあ続いてはですね、こちら行きましょう。いやー、なんかね、ニコちゃんマークというかスライムをひっくり返してみたいなところありますけど、これ明らかにおかしいですよね。ひっくり返してるのはスライムじゃないんですよ。これ UFO なんですよ。雲に隠れてます。隠れた部分で一部出ちゃってます。うまく隠れたつもりなんでしょうけど、一部出ちゃってますよ、これ UFO。なんやこれ、明らかにおかしいやろ。これは UFO の母艦でしょうね。じゃ続いてね、はい、こちらですね。うわ、明らかにおかしい発光体が出てる。えぐ、えぐいな。えぐ、え、すごいな。うわ、動き出してますね。うわ、で、この夜を迎えまして、はい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 、あ、動き出してますね。えぐ、あ、これよく見る UFO のタイプの映像やな。え、でもこれな、飛行機とかでよく勘違いされるからちょっとよくわかんないんですよね、このタイプは。いや、でも最初の方は確率に UFO でしたね。えぐ、いや、えぐ、これすごかったな。空中で急に動かなくなるタイプのやつですね。あ、これよくいるんですよね、こういうタイプね。で、続いてはこちらなんですけど、メキシコですね。あ、海外やな。お、UFO や、すげえ、めちゃめちゃ盛り上がってるやん。すげえな。なんか、オーマイガーみたいになってるやん。すげえ。すごい、めちゃめちゃ喜んでるよ、このおっちゃん。大丈夫、今の肌色多すぎて、あの、YouTube でバンされへん。モザイクかけといてな、しっかり。いやいや、もう、みんなめっちゃびっくりしてるやん。隕石落ちてきてもこんな感じやろ、多分。これ何なんやろうな。UFO なんかな。よくこの瞬間抑えれたな。てか UFO 全然落ちてこうへんな。すごいな。おーおーおお、テンション上がっとるわ。これ、車盗まれるんじゃん、みんな。大丈夫？心配になっちゃいますよね。いや、すげえ、UFO や。いや、めっちゃ光ってますね。てか UFO でこんな盛り上がれるメキシコいいっすね。これは多分なんか本物なんでしょうね。これぐらいの隕石が落ちてたら多分ニュースになるんでね。落ちてなかったってことは、まあ、UFO かなんかなんですかね。はい。じゃ続いてこちら。出た！光のタイプのやつ。これ結構ね、ライブとかのね、あの、光が空に映ってね、UFO に勘違いされることが多いんですけど、
もうこれはどうなんでしょうね。なんか近くにスタジアムとかあるんですかね。いやー、これはちょっとわかんないっすね。これはね、比較的ね、人が作り出しやすい UFO の、パチモン映像の作り方なんですよね。なんかね、太陽なしてますけど、これはどうなんでしょうね。いや、ちょっとこれは、ちょっと嘘やと思うな、個人的には。はい。続いてまたメキシコなんですけど、これもう、すごいなぁ。はい。えぐ。いやいや、めっちゃ三角形になってるやん。こんな夏の大三角みたいなことある？ある？これ。びっくりするんやけど。そんなことありますか？ほんほんほん。もう、すごいなぁ、これ。キラキラ光ってるけど。こんな光っとったら他の星逆に見えへんやろみたいな。他の人どっか行ったら、こんなね、ドローンショーやってるやん。もうこれ UFO ショーやろ。こんなピカピカ光ることある？また上から来た。また三角になったわ。はぁ、こういうパターンね。はい。まあ、これ集まった3聞いたら何してたんでしょうね。これもちょっと嘘やと思うな。ちょっとあまりにもできすぎてる。うん。続いてこちらっすね。あ、おるなぁ。おる。ミサンガみたいな UFO やな、これ。すげえ、でかー。いや、キャトルミュートレーションされそう。これ光来そう。うわっ、この後この詩で投稿主を見た者はいないっていう。これもちょっとわかんないっすね。まあこれは本物かもしらんけどな。まあ、光の中では結構角度が高いですね。空には絶対存在しない光なんで。で、続いてね。これちょっと話題になってる画像ですね。はい。これなんか明らかにおかしいっすね。うわー、これは UFO っぽいっすね。なるほどね。はい。これなんかもう身元を保護してくれっていうぐらいの人が送ってきた UFO の写真らしいですね。これは確かにちょっと気になりますね。で、まあ、続いて、また動画なんですけど、何？イモムシの幼虫みたいな。いや、人やん。もうエヴァやろ。いや、これは、ちょっとよくわかんないですね。よくわかんないです、これ。嘘、これ嘘です。さすがに。さすがにこれは嘘でしたね。で、次が、わー、飛んでますね。飛行機のようにも見えますけどね、これは。オブジェットっていうところからあるなよね。あー、ちょっとわからんな。いや、蛍光灯バリ反射しとる。わからんな。あ、これ、さっき出てきたな。またこの弾か。これあれちゃうん、ドクターの国の軍事兵器なんちゃうん、この弾は。そう思ってきたな。これ軍事兵器です。はい。で、はい。また続いてなんですけど、続いてはこちらですね。あー、これ。すげえ。すげえ。これすごいな。これ何？これどこ？月？月？どこかわからんけど、なんか、それっぽいのがいますね。でもこれ実は、皆さんのお肌の中なんですよね。なわけあるかい。あれすぎやろ、それやったら。え、これすごいな。おー、なんかいますね。はい。じゃあ最後、こちらですね。あー、もう最初から UFO 出てますわ。明らかに。いえ、フラフープしてるけど UFO。うわ、なんか死んだ。UFO 死んだ。UFO 撃ち落とされた。何回撃ち落とされて死んだ。UFO！ いや、皆さんももしかしたら消されてしまうかもしれません。気をつけてください。今日はちょっとね、スタッフがね、たくさん UFO の映像を見つけてくれて、UFO ハンターのトイさんどうすかみたいなことをね、見せてくれたんですけど、皆さんどうやったでしょうか？僕はすごい楽しかったですね。ちなみにですね、まあこれね、UFO の映像本物やなと思うものもあったわけなんですけど、前もね、こういった動画を撮らせていただいたことがありまして、で、その時にですね、UFO を見たというエピソードがたくさんあったんですよね。で、そのコメントの中から、まあこれは本物ちゃうんかっていうのもね、今日ちょっとお話できたらいいなと思ったんで、まあそれもね、今日ちょっと話そうと思います。じゃあね、まあ前回いただいたコメントなんですけど、まあトイ君こんばんは、こんばんは。私も横浜の大きなお寺の下の道で昼間に6、7人くらいで見ました。写真と動画を撮り、目的地のお寺に行くと母艦を見たので動画を回し撮影したんですが、確認したら消えてました。でも UFO10 機くらいの撮影動画はあります。あの時は動画撮影が遅く20機以上いてたのに出遅れましたということで、10機も動画に収めてるということなんでね、まあやっぱ UFO ってね、まあ集団でいるっていうことは今回の動画を見ても分かりましたし、まあ実際横浜
には神様の船を祀っている神社っていうのもあるんですよね。神様の船っていうのも絶対 UFO ですよね、きっとね。まあ、それが琴平大鳥神社なんですが、まあ、ここはですね、鳥の曰くすね船の神という神様の船を祀っているんですよね。まあ、つまり神様イコール宇宙人と言われますから、もしかしたらその神様の船というのは UFO のことを表しているのかもなということを思ったんでね、まあ、横浜に UFO が現れるということは全然あるんじゃないのかなと思いましたね。まあ、横浜はねドローンショーとかも結構やってるんでね、ドローンと見間違えることも多いんですが、6、7人で見たということですし、昼間に見ているということなんで、まあ、ドローンよりもまあ UFO の可能性が高いんじゃないのかなっていうことは思いますね。まあ、この動画良かったらぜひ送ってください。で、まあ、続いてねこちらです。数年前友人と温泉に入りながら冗談で夜空に向かって UFO を呼んでみました。 UFO ってね実際呼べるんですよね。ウィーンウィーンウィーンとかやると、まあ、呼びます。いろいろ呼び方はあるんですけども、今のはシンプルなうちの一つですね。で、まあ、数分後耳鳴りがするとともに夜空に UFO が現れて不自然な動きをして消えていきました。 UFO が消えると同時に耳鳴りも消えました。友人とともにびっくりした経験です。私の母親も幼少期に複数の友人や大人たちとこの世のものとは思えない美しい光を放つでっかい UFO を目の前で見たそうです。宇宙人 UFO いると思いますと、まあ、ということを言っているわけなんですけど、まあ、やっぱりですね、まあ、UFO を呼んでみたっていう人はね、まあ、この視聴者の中にもいるんじゃないんでしょうか。まあ、UFO を呼ぶ会とかもね結構定期的いろんなところがやってるんですよね。まあ、それと合わせてね霊感商法とかもやってるところがあるんで気をつけてほしいなと思うんですけども、これね UFO 呼べたっていう人もやっぱ実際いるんですよね。で、まあ、UFO がね、まあ、出てくると同時に今耳鳴りがするっていう話とか、まあ、頭痛がするとかいう話もあるんですよね。で、なんならそのまま意識を失って次目覚めた時にはちょっと記憶が変わってる、まあ、それはキャトルミューショレーションをされてしまったかもねっていう話が、まあ、あるわけなんですけども、まあ、そういった感じでね、まあ、この UFO を呼べたっていう話はあるんですよ。今僕も不思議と耳鳴りがしてきましたね。じゃあ続いて、今から26年前にアパートの廊下でタバコを吸っていたら自分の住んでたところから約10キロ近く離れた地域の橋の航空障害灯の上のあたりに突然もやがかかり火事と思い部屋にいた弟を呼び一緒に見てたらゆっくりと UFO の形になっていき、その数秒後に突然消えたのを覚えています。しかも時間は夜の0時頃、当時ドローンがあるわけじゃないしバカでっかいプロジェクトマッピング電光掲示板もない時代、とにかく一緒に目撃した弟と未だにあれは UFO だよなって話をしてます。信じない人もいるだろうけど広い宇宙に地球人だけってのは絶対にありえないってことを言ってるんですよね。26年前、1998年です。そういうことを思うと UFO と見間違うみたいなことが今と比べたら絶対少ないはずなんですよね。当時からね、まあ、都市伝説っていうのはありましたから、まあ、UFO の存在っていうのはもちろんあるでしょうし、まあ、このプロジェクションマッピングみたいなのは当時ありませんから、まあ、そういったことを思うとこれを見たものは結構本物やったんじゃないのかなと、まあ、実際僕もね小学生ぐらいの時に UFO を見ているんで、まあ、26年前よりは浅い20年ぐらい前なんですけども、その頃にはまあ UFO を見ているんで、まあ、結構ねもしかしたらこの時代ってのは UFO が頻繁にいたのかもなっていうことはね思いますね。またこの方はタバコを吸われていたっていうことなんで、ある程度大きくなってから見ていると思うんで、それはまあやっぱ UFO やったんじゃないのかなってことは思いますね。で、続いてこちら、誰も信じてくれませんが円盤型の UFO を1998年頃見ました。なんとですね、さっきも1998年で今回も1998年なんです。小学生だったので携帯もなかったので撮影はできませんが確実に UFO でした。目撃したのは学校の帰りの私と弟の2人だけなのですが、弟もはっきり見たと2人で驚きでした。フジテレビの丸くらい大きい円盤が左右上下ふわふわ動いて出たり消えたりを4回繰り返して消えました。子供の頃のその1回しか見てないんですが、とにかく UFO は信じてますと。つまり1998年、フジテレビのこの丸くらいの大きな円盤に UFO が日本全国で暴れていたのかもしれません。衝撃な、ね、映像だと思いますね。で、またこちらなんですけど、偶然なんですが2月18日の夜11分ぐらい、四谷三丁目のバーガーキング付近北西方向の空に大量の星みたいな光が移動している現象を目撃しました。すごい詳細に書いてくれてる。この方刑事かなんかやってんので、2分ちょっとで肉眼でも見えなくなってしまったのですが、新宿付近なんで目撃者の方もいるかもです。私は娘と2人で自転車に乗りながら見ました。本当何だったんだろうとびっくりするくらい空に光の玉が大量に飛行していて、他の目撃者の方もいるかもなんで調査していただけたらと思い連絡させていただきましたということなんで、2月18日4時11分ぐらいの頃なんですけど、今年なんですかね、まあ、それが記憶がありましたら、ぜひ皆さん教えてください。で、あとですね、まあ、2月18日 UFO で調べたんですけども、これですね、1998年当時スピードさんが担当した UFO 焼きそばの CM ソングの発売日なんですよね。1998年という年が出てきたわけなんですけども、これでね他にもなんかない情報ないかなと思ったんですよ。そしたらですね、岡山で開かれた UFO 科学展が2月18日に行われていることが判明しました。まあ、つまり2月18日というのは UFO とゆかりがあるのかもしれません。ちなみにですね、僕ねこの間沖縄行ってきたんですけど、沖縄でハブ酒をたくさん飲んでめっちゃ酔っ払ってたんですよ。酔っ払ってた帰りにこんな動画撮ったんですよね。見てください、
UFO いますよ、 UFO、 UFO エグ、 UFO や。この動画撮って東京帰ってきたらスタッフから、トヨさん UFO 映像また集めときましたって言われて、この動画撮りましょうって言われたんですよね。怖くなってきて、このスタッフが宇宙人なんじゃないのかっていうことを思っています。ちなみにまたね、スタッフ曰く、ちょっとまた僕のストックなくなっちゃったんで、まあ、よかったら視聴者のみんながまた小安田の方に送ってくれると嬉しいですってことで、小安田の DM が、まあ、僕の DM の方にこの UFO の映像を送ってください。まあ、ちょっとね、返事ができるかできないかはその時次第になっちゃうんですけど、はい、そういうわけでね、はい、今日の回がね面白かった人はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、絶対ね、俺の最後のあの UFO の動画はいらなかったっすね。 UFO はね、都市伝説のど真ん中で面白いっすね。あいしょ。失いやしないよ、思うがまま君を連れて羽ばたきたい。